はいどうも皆様お疲れ様です。えー、っと、6月22日の月曜日15時28分で本日の株取引終了しました。えっと、今日はちょっと、なんだろう、日経平均があんまり上がらなかったですね。僕の予想ではもうちょっと日経平均が上がるなっていうふうに思ってて、で、ダブルトップみたいになるような形で上がっていくんじゃないかなと思ったんですけれども、途中でからコロナの感染者の数がかなりね、増えたっていうのが、 このザラバに入る途中で出てきたんですよニュースがでそれがかなり感染者の数はめちゃくちゃ多いということで米株が暴落するんじゃないかっていう嫌悪感とドル円ですねドル円のあのこれだったかなこれは上海市場でしたがえー、っとあでも逆ですねドル円が逆に買われるっていうことです逆ですねあの安全資産のだからそ,のそういった意味で米株が暴落するっていうそういった可能性が 出てきたというのがあったんで、その気った懸念からですね、先物が上がらず、えー、日経平均も結局上がったんですけども、最初は。でも下がりましたね。はい。で、僕の予想では、その、ダブルトップ、これ昨日もお話ししましたけれども、えー、っと、ちょっと、ダブルトップで伸びてくるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、まあ、ちょっとこれ、こうやって、 日経平均こうやって伸びてくると思ったので、まあちょっと今日は低かったなというふうにも思いますね。もうちょっと上に行くんじゃないかなというふうに思ったんで、まあ、そうすると格好がですね、これギャラクトレンド気味になってきたんじゃないかなっていうふうにも思うわけです。ちょっと早い段階で、えー、ギャラク基調に いっちゃう、いっちゃうんじゃないかと。かなり横横の展開になってますので、えー、上げしぶりじゃなくて、これは下落に入りやすい局面を迎えたかなというふうにも思います。はい。えっと、それを踏まえて、ちょっと今日は僕の純一さんの話をすると、今日はほとんどトレードしてなくて、ほとんど、ほとんどっていうか何もトレードしてなくて、えっと、純一さんが13万7149円。はい。 になってます。13万7190円になってますねちょっと待ってください金が <laughs> えっとこれこれっすはい、まあ、ちょっと増えたんです300円だけ増えたんですけどもこれ何かっていうと僕日経ダブルインバースこれをインしてるんですよね、まあ、えー、っとこれインしてるっていうかこれは ETF なんですけども、まあ、若干のあの含み損なんですけれどもええー、まあこれをえっと先週の金ん 木曜日あたりから保有しているということです。何品とかも繰り返しましたけれどもね。で、その僕の予想ではですね、日経平均が上がってから、えー、下落するっていうような、そういったシナリオを持ってましたんで、先ほどのダブルトップっていう話しした、しましたけれども、ダブルトップになって下がるっていうのがあったんで、今日は僕はこの日経ダブルインダース、あのー、含み損を覚悟してました。はい、覚悟してたっていうか、かなり大きめの、例えば2000円、3000円の含み損になっちゃうんじゃないかって覚悟したんですが、その後ダブルトップになって、まあ落ちてくるっていうようなイメージ、そういったもの を持ってたんで例えばあのこういったさっき言ったようにこういったイメージ、えー、この辺まで上がっちゃうような要請が出て、えー、僕はここで含み損を抱えるみたいなこれでで,でも我慢するというのはなぜかっていったらこの後このダブートップになって下げてくるそしてこの辺で利益を 得るっていう,ような作戦だったんで、今日のこの含み損っていうのは、あの仕方ないっていう風に思ったわけですね。はい、だから今日明日月かは、まあ、日経平均が上がるっていう風に思ったんで、まあ、そこを我慢して、とりあえず日経ダブルインバースっていうのは逆行するあの ETF ですから、日本株とね。なので、まあ、逆にこう日経ダブルインバース、ちょっと見てみると、えー、こっちは日経平均はダブルトップなんですが、ダブルインバースはダブルボトムで、えー、上げていくような局面を、えー、迎えているわけです。ちょっっと待ってくださいね あでも他の日本株が、ここ僕これここ、ねえー、日本株が、えー、下がると上がる株っていうふうに、これ書きました。ここね、はい、書いたんですが、ここ,、ね、あの,こ,このお気に入りの段は全部それですね。あこれだけ違います。NFJ 予約インバだって違いますね。ただ他のやつは全部日経平均が下がると上がるやつ。日経ボラティリティテイルとかもそうですけど。で、ちょっとインバース見てみますと、 足で見ると、まあ、ダブルボトムみたいになって伸びてくるんじゃないかっていうそういった目論みがあるわけですね。ダブルボトム。こうやって。でもうちょっとこう今日はあの下げちゃうのかなと思ったんですがあまり下げずに、えー、反発はしてないけども、えー、なってると。 ということですね下げ止まっているという感じですねで。こういったイメージを持っているので、まあ、ダブルインバース、今日明日は、え福み噌を抱えても、まあ、許容範囲だよねということなわけですね。で、まあ、水曜、木曜日で日経平均が下がってきたところでの、例えばこの長期戦の、えー、長期戦の1割ぐらい下のところで、1000円ぐらいのところで利格とか、そういったも論ろみを持ってました。で、そうすると結構日本株が下がってくるので、えー、日本株の締しめ買いのチャンス。 そうすると、このダブルインバースを抜けて、日本株に移るみたいな、そういった目論だったんですが、今日はあまりにも下げなかったんで、えっ、ー、と、ダブルインバースが、つまり日経平均が上がん、ん上がらなかったんで、まあ、ちょっと作戦変更になるかなっていうふうにも思います。作戦変更にはなるのかな ま、作成変更というか、まあ、どっちにしてももつ、あの、あの、含み益になってませんので、マイナス58円のね、含み損なんで、まあ、あの、いずれにしてもね、これは、あの、水木あたりまでは保有していくということです。はい。まあ、今、793円なんで、あの、800円あたりになったら、 あの一旦あの違う、850円あたりになって、なったらですね、えー、縦値のところに、あの決済のとこあの,あの損切りラインを置いて、上を目指すみたいな展開をやっていこうかなというふうに思います。はいで。そういう感じです。で、ちょっと今日は、アンジェスが弱かったですね。あの、一つちょっとあの、あの、寺、僕があの紹介したというか、あのね、お話ししたやつは見、見事に、ね、上げてくれて、よかったですけど、寺も300円プラスで、ストップ高あたりまでいった。 一時ストップだからしましたけども、あとオン、プレシジョンがちょっとね、えー、これは下がっちゃいましたね。これは僕の予想外でした。えー、これは外しちゃったっていうのと、ただ、オンコリスがね、えー、来てくれたんですよね。オンコリスバイオ。えー、っと、あれオンコリスバイオどこだってなちょっと見当たらなかった。あ、これですね。これもストップだからでしたね。多分オンコリスバイオファーマーも。これも良かったです。 はい。まあ僕は買えませんっていうのも13万しか持ってないんで、でも、だけど、まあ上がってたっていうことと、まあ最近こう高い株上がってますよね。そしたらヒューマンメタルこれ嬉しかったですね。あの、これを本当は買えたんですけど、僕はでもちょっともう,もう16万になっちゃったんで、買えませんが、まあこれはなんかちょっと嬉しいですね。えっ、ー、と、言ってたやつが上がったので。あとこの気になったのが、神戸天然物価格ですね。これがね、じり高してきてる。まあこれも僕は買えないんですけども、いずれもね。なんですけども、えー、まあ、 あと、セキュアベール申し訳ない、下がっちゃいましたね。ああ、これはじなですか。セキュアベールはちょっと、今回はセキュリティがね、弱いので下がっちゃいましたね。これは失敗と。まあでも、比較的ね、上がった銘柄の方が多かったかなっていうふうにも思の中で、ちょっと僕の心残りだったのは、アンです弱いですね。アンです弱い。 アンジュスはもうちょっとこうアップペアントになったんだから、あのもうちょっとこう素直に買われていってもいいんじゃないかなと思うんですよ。昨日も僕はアップペアントで上を抜けてくるっていうところ、超注目って言ったんですけども、これもしも上を抜けてこないんだったら、一回暴落する可能性があるわけですよ。こういう。もしもここを上抜けられなかった場合は、この分、ここの分ね、本当に。だから怖いんですよ。逆に上抜けてくれないと。あのこういったアップペアントっていうのは、 上抜けたら一気にこの X 分ね、えー、上昇するっていうのがまあ相場ではよくある,あるんですけどもこういったアップグラウン上抜けてこないでちょっとでもさり渋ったりとかするとあれこれ上がってこねえやはり売っちゃおうってなっちゃうわけですよそうするとみんな売って、えー、逆差し値に引っかかってどん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 こうね売りが売りを呼ぶ展開になっちゃうわけですねはい。 なので本当は今日,、ね、今日のタイミングでだろうこの緑の,この線の一番こう頂点に株価が来てたわけなのでそういった意味でここで上抜けてくれなかったとっいうのはちょっとこれは悔しいですね。 悔しい展開かなっていうふうにも思います。はい。まあちょっと明日以降、明日もしもあの、あの、なんだろう、えっ、ー、と、日経平均がこう下がってくる。で、東証モーターズとかジャスタックももしかすると下がっていく局面っていうのがありますので、ちょっとこれでああの上,が上げてこなかったっていうのは日本株全体に影響を及ぼしそうな、そういった足型になっているなというふうにも思います。はい。 あ、ちょっと、この、テラアンティスの状況がちょっときついですね。30日に地点があるんだから、地点開始があるのはもうちょっとそんな風に上がってくれてもいいんじゃないかなっていうふうにも思うわけですね。はい。 はい、ではちょっと視聴状況を見て終わりにしたいと思いますけれども、えっと、明日のたの予想、まあ明日の予想についてはちょっとあとでね、えー、ちょっと今日動画撮れるかどうかちょっと分かりませんけれども、もしね、えー、動画撮れたら、撮れなかった場合について、えー、あれなんで、まあ、これから米株が始まるわけなんですが、米株が暴落する可能性があると。 先ほどの新型コロナの感染者の数がもうかなり異常に増えたんですね、この土日で。はい、なので、まあ、ちょっとこれは第2波の懸念というのはかなり出て,てしまったんで、ニューヨークダウン、ナスダックの暴落というのは、これはちょっと、えー、可能性、確率が上がりました、確率が。はいまあ、ここまであの、本当はもうちょっと僕はあの下がるんじゃないかな、コロナの感染者の数が減るというふうな目にだったんですが、ここまで暴落、暴暴爆,ん爆発して増えてきたあ、特にメキシコ、ブラジルで増えているという のののがかなりこれはやばいのであの特にこの原油今上が,上がってますけれどもえっとこれですねちょっと上げしぶりっていうのがあってここからどうなるのかっていうのがあるわけですね。うん はい。まあ、なので、ちょっと、あの、米株のね、行方、それが非常に気になります。皆様っていうか、僕もそうなんですよ。まあ、皆様じゃなくて、僕が一番ね、えー、本当にやばすぎなんで、あの、株のね、トレードが下手くさすぎるんで、まあ、僕にこれ言ってるんですけどもね、常に。あの、この米株、あの、米株を、あの、注意して、あの、本当にこれ、もし暴落したら、やはり日本株が、えー、これは12日の、6月の12日の悪魔の金曜日ってありましたけども、あの時の、みたいな状況になりかねませんので、まあ、とにかく米株っていうのを注意して、 作戦というのを見ていくといいかなというふうにそれについて、緊急でちょっと動画を撮る可能性があります。 うんまあ、分かりません、まあ、このコロナの膨大な感染者の数の,の急増っていうのが、えー、相場に影響しない可能性もありますけれども、えーまあ、今回、一番の、ねえー、まあ、他の,この原油とかもあります、ドル円とかもありますけど、ドル円がね、じりしているのはちょっと怖いんですよ、リスクオフになりやすい、つまり株に投資しにくくなっちゃうんで、そうすると、えー、なんかリスクオフってことは、つまり株を売ったり、ね、してしまう人が多いということなんで、ちょっとこう反戦指数も下げつつ、えー、原油も上げし 打っててそしてコロナの感染者が急増していてっていう状況が、まあ、結構きついなというふうにも思います、はい、あ金も上がってるねかなり待ってちょっとこれはあなこれはちょっとまずいんですね金がここまで上げてくる直近のこの高値この直近高値を123番目に3つ目にこれ来てるのでこれかなりのリスクオフなんじゃないかな うんまあ、ちょっとリスク多くの可能性が高いですね。なので、ちょっと今日金曜日は、あのー、アーチです。えっ、ー、と、この前の金曜日みたいな、あのー、感じになる可能性がありますので、こうニューヨークダウンの動き、ちょっと注目してみるといいかなというふうにも思います。はい。まあ、個別銘柄に関してはてこ、神戸天然物価格あれを本当にね、えー、注目されてますし、それからはプレシジョンとかもね、えー、ちょっと下がりましたけども、引き続き注目ですので、まあ、それに関してはね、えー、また独自に、あのー、独自というか、各く、あのー、見て、 個別に見ていかなければいけないんですけれども、日本株全体っていうのがやっぱりちょっとこう危なくなってきてるんで、えー、ちょっとあの投資する際はですね、えー、注意が必要なのかなっていうふうにも思います。はい、まあ、だから僕は日程ダブルインバースで日本株が下がるところを、えー、あのーなんだろう、あの利益をね取りたいっていう、そういった目論みがあるってわけですね。はい。うん、そういうことです。これですね、日程ダブルインバース。はい まあ本当にどうなるかわかりませんけれども、ちょっと今日のファンダメンタルズをすると怪しいのかなっていうふうにも思ったんで、えー、このこれも保有を続けるということになりますね。はい。なんで、まあ、アンデス、あの、明日、ちょっと、まあ今日ね、アップベラントを上抜けてくるんじゃないかと思ったんですけれども、まあでも、あの、あの、あ安心材料としては、あの、このね、短期戦、赤の短期戦があると思うんですが、 5日線、5日移動平均線があるんで、この上にね、ちゃんと株価が乗ってますので、えー、まだね、えーその、これを割って下げてくると危ないんですけどもね、アップペアントの場合で。だ,だけども、まあ、このアップペアントの状況で、ちゃんと短期線の上に乗ってるっていうことがありますので、明日はもまだね、えー、バカ売りとかをする人は出てきにくいのかなというふうにも思うので、ただ明日り、あし横横の展開になったりとか、えー、短期線にこうぶつかって平行、株価平行のまま短期線にぶつかったりしたらちょっと怖いかなというふうにも思うんで、まあ、そこは逆さしないと。 に対応するかな、数室はあるかなというふうに思いますね。はい。 まあでも、振り落としっていうのがあるんでね機関、機関とかの。なので、そういった意味で、まあ、振り落とされて、結局振り落とした後にバに爆上げっていうこともあるので、まあ、そういったのを時間はいつも見てると思うんですよ。いつね、個人投資家が諦めてあの売るかっていうところを見てると思うんですよ。で、でこうで機関投資家が、機関が売って、一回暴落する、あやべえと思って売ったところが大体もうね、えー、上げるためのこうバネになってることが、バネにね、ビョーンってなってることが多いんで、まあ、そういったことで、いつもあんですって言んでねね、やられてしまうっていうことが多いと思うんですよ。そこはやっぱりね 難しいと画と思うんですけども、もはい。うんまあ、そこを見ながら明日もトレードやっていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今日1日、えー、お疲れ様です。これで以上になります。